はいどうも、タンユミコです。私にとってすごく大好きな大切な季節がやってきました。そうです、名探偵コナン×唐津さんのコラボ、イエーイ。春といえばもうこの季節で決まりですよね。そうなんです、本当に唐津さん毎年コラボをしてくださってて、このコラボいつからやってるんだろうって調べたところ、2011年の沈黙のクォーターの時からの開催らしく、そう考えるとすっごい長い期間コラボしてくださってますよね。本当に今年もコラボ開催ありがとうございます。ということで、今回のこのコラボの詳細、そして私がこれから唐津さんに行ってお寿司食べていきたいと思うんですけれども、まずはコラボの詳細説明していこうかなって思います。このコラボは3月10日金曜日から開催します。ビッグラポンで当たるのは目印チャーム、缶バッジ、マスキングテープの3種類で、それぞれキャラクターのデザインが違います。正直ビッグラポンはもう本当に当たればラッキー、もう当たったらもうどれでもいいなって感じなんですけれども、もう欲を言うなら、せっかくくら寿司さんとのコラボなので、あのコナンとお寿司が描かれたこのデザインっていうのはやっぱりすごく気になりますけれどね。目印チャームには普段なかなかグッズでいないジンがいるってのは激アツポイントでございます。そしてマスキングテープもスケジュール帳だったりに貼りたいポップなデザインがあって、少年探偵団のデザインがすごく可愛いです。あとコナンとコナンの周りを固める男性陣しかいないこのマスキングテープ、今回の映画の予告にはいないんですけれども、あの平次もね映ってるので、わもう正直どれが出ても当たりだけど缶バッジが欲しいなと思いながらこの後行きたいなと思います。ちなみにビッグラポンで今回もらえる商品は今みたいな感じで、2500円以上購入すると先着でもらえるグッズがあります。第1弾はクッションチャームです。どれが出ても可愛いデザイン。このさ、ビッグラポンで当たんなくてしょぼんってしなくても、2500円以上食べれば当たる世界線、マジで感謝、本当にありがたい。この当たんなくてさ、しょぼんってしたあの買える気持ちね、本当にずっと味わってきたので、2500円お金を積めば買える世界線、本当に助かります。なのでこれは先着でプレゼントなので、あの欲しい方はお早めに皆さんくら寿司へお急ぎください。そしてクッションチャームは第1弾のプレゼントなんですが、第2弾もあって3月23日からクリアポスターがもらえるとのことです。今回の映画黒金のサブマリンのデザインの仕様、どのデザインも本当に素敵、早く映画見に行きたいなって気持ちがすごく高まります。ということで2500円以上とりあえずね食べて、先着のチャームをもらいつつ、もうせっかくならね、もうせっかくならやっぱりビッグラポン当てたいということで、一人でこれから頑張ってたくさん旅に行っていきたいと思います。それではくら寿司さんにレッツゴー。カードで一番お得なカード、入会金も年会費も物無料、お金が入ってくるスマホでビッグラポン1回目の挑戦にチャレンジ。気を取り直して2回目の挑戦。3回目。こんな感じでお金が出ます。食べる。いざ勝負。
残りあとお皿が今ここに5枚とあとスマホでビッグラポンがおっ1回プレイできるようになってる。じゃあスマホでビッグラポンの4回目いきます。こい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 、はい、当たんないじゃん。え、これで当たんなかったらどうしよう。え、スマホで4回やったんで、え、待って、今スマホで4回やって1回やったでしょ。一応ね、もらえる2500円はもう優に超えてるはず。これで当たんなかったらちょっと泣いちゃう。それじゃあもう一回挑戦してきます。こんな当たんないことある。引き続きスマホでビッグラポン挑戦していきます。そのためにたくさん注文するわ。そう、最終手段ね、このビッグラポン握りってこのお持ち帰りにすれば1個もらえるの。自力で行きたかった、自引きしたかった。どうしようかな。ちょ、うなぎ単価が高いんでうなぎにします。いい感じ、ずつ飲みます。これが届けばあとはスマホでビッグラポンが1回できるので、これで当たってほしい。当たってくれ、マジでめっちゃ大きい。これ序盤だったら本当に嬉しかった。今でも嬉しいけど、お持ち帰りできるようなナイスのジュース、美味しい。ということは商品が届いたのでビッグラポン挑戦できます。もうスマホこれ何回目だ、やっていきたいと思います。泣いても笑ってもラストチャンス。それでは当たってくれ。頼む、せーよいしょ。なんだ、赤になっちゃう。おー、赤井さんだ、嬉しい。あ、ちなみにクラコーヒーのデザインの赤井さんです。ちなみに缶バッジのデザインはこんな感じで全9種類です。どれが出ても当たりじゃない、これマジでかわいい。大事大事、それ持って帰ろう。それじゃあお会計してお家に帰りたいと思います。ごちそうさまでした。はい、くら寿司さんから帰ってきました。本当に当たってよかったです。当たった商品もう一度ねお家でゆっくり紹介していきたいと思います。それではグッズの紹介、じゃじゃーん。赤井さんと、わかるかな、赤井さんとクラコーヒーのデザインです。かわいい、ちょっと光る感じのデザインです。質感はちょっとツルツルしてるのかな、でもしっかりしてます。全9種類です。本当にさ、でもどれが出ても当たりじゃない、さっきも言ったけど、マジでどれが出ても当たりだった。本当に缶バッジが欲しいって言ったから缶バッジ出てよかった。マジで嬉しい。本当に当たった時マジでキモいぐらいテンション上がってました。もうあれ以上さ食べられないよと思って。でもさ後々調べたらお酒とか飲んだらめちゃめちゃ単価良くて600円とかだから、ちょっと次引くときはお酒とかを飲めば単価が上がるから、それでビッグラポンに挑戦しようかなって思いながら食べました。クラズさんとのコラボは今日から始まったばっかりなので、また第2回と行ってきたいと思います。そしてじゃじゃーん、2500円以上でもらえるクッションチャーム、私は愛ちゃんにしました。表面がコナンになってて、裏面が愛ちゃん、新一、安室さん、ジンの中から選べるんだけど、なんかせっかくさグッズ化なかなかしないジン抜きもいいなと思ったけど、やっぱり今回の映画の主役は愛ちゃんだろってことで愛ちゃんにしました。かわいい、結構厚みのある本当にクッションって感じの。
ちょっとプクプクしてます。かわいい。こらはコナンくんです。なので、コナンと愛ちゃんの相棒メンツで行かせていただきました。いや、これマジで。これマジで2500円以上でもらえるのめっちゃありがたいね。クオリティがめっちゃいいです。かわいい、コナン。愛ちゃんもかわいいです。いや、本当に早く映画見に行きたい気持ちがやばい。早く4月になってほしいです。春といえばやっぱりコナンの季節ということで、クラズさん以外にもね、たくさんのコラボだったりがやってるので、これからもちょこちょこ足を運んでいきたいなと思います。ということで、クラズさん、第2弾は、クリアファイル23日木曜日からやるので、こちらもぜひチェックしてみてください。私も絶対行こうと思います。映像でのチャレンジは2種類しかなかったんだけれども、コナンのゲーセンの映像と、黒の組織ジンとウォッカの映像しかなかったんだけど、なんか全4種類のね映像があるらしいので、ちょっとこの期間にあと2種類の映像もちゃっかり見に行きたいなと思ってます。てな感じで今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。本日もご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。いろんなコラボがこれから始まるからさ、めっちゃ楽しみなんだけど、やっぱり一番楽しみなのは4月に公開する映画ですよね。早く映画館で見に行きたいな。こんな感じで自分の好きなことを動画にしています。ぜひチャンネル登録と通知をオンによろしくお願いいたします。